やっぱこうね、見れば、ね、やっぱ頭もこうどんどん突っ込んでくるし、やりやすいけど、やっぱ距離がね、ピッチャーとの距離が縮めば、自分で縮めちゃうと、やっぱ一番バッティングにおいてはダメだと思うので、やっぱりこう、なるべく自分が下がって視野をこう広く持つってのは大事かなと思います。そうですね。あのボール打つときって飛んでくるじゃないですか。ずーっとこれ見てる人っていないですよね。こうやって。これ飛んでるよ。ね、そんなことないじゃん。こうやって見て、そう。で普通この時にボールをこうやっては見てないんですよ。上手い人。すごい速いボールが来てるけど、もうぼやっとその辺を見ていて、自分がどのくらいの距離で体を動かし出せばいいかがもう分かってる。だから見なくても。プロのインパクトのバッターはみんなこう見てない。この辺見てるからね、当たってるところ。この辺前。ここ当たってるところ見てるバッターっていないと思うから、まあ、それがね、見すぎないっていうのも大事です。昔の人だとよく見